富士通所属橋岡優輝です。今大会は海外選手も参加して8メートルを超える、レベルの高い試合になると思いますので、目の前でぜひ見てもらって僕も日本記録を更新できるよう挑戦していこうと思いますので応援の方よろしくお願いします。熱狂再び。